韓国ドラマ。韓国ドラマは大韓民国、韓国で制作されたテレビドラマのこと。略称は、韓、ドラ。韓国ドラマにはジャンルに時代劇も含められることがあるが、本校では現代劇を中心に述べる。全体的にテーマの暗いものが多く、出生の秘密や異母兄弟をテーマに据えたメロドラマの作風がほとんどを占めており、 主要登場人物は国品もしくは大富豪や社長という設定が数多くいられる。登場人物たちの派閥争いが多いのも特徴で特に時代的作品では、李氏朝鮮期に数多くの派閥争いが繰り広げられていたことから多く行われている。作品のジャンルは全体的に狭く日本や諸外国で定番となっている刑事ドラマや学園ドラマ、 ミステリ作品はほとんど存在していない。韓国で芸能活動経験を持つ不駅有効く、視聴者の意見を非常に大切にしているという。雑誌などで今後の展開を予想する企画があれば、その中の意見を重視して今後の展開を作る上、スタッフが電子掲示板の書き込みを常に気にしているそうである。そのため、視聴者の意見がよく反映されるのが、 韓国ドラマの特徴で死ぬ展開が予定されていた登場人物が視聴者の意見によりなかったり、その逆もあり得るという。ほとんどの作品は韓国放送公社、KBS、文化放送、MBC、SBS の3大テレビ局により制作されている。60から70分のドラマを週1回だけではなく、週2回放送する放送枠もあり、 制作ペースは非常に早い。日本の作品をリメイクした韓国ドラマも多い、恋人よ、恋愛時代、おはようお神様、花より、男子、ドラゴン桜など。逆に韓国ドラマを日本でリメイクした例もある、美なんですね、ホテリアーなど。韓国には韓国ドラマを対象にした賞が多数あり、受賞式が開催されている。 1996年10月、福岡の民放テレビ局である TXN 九州、現、TVQ 九州放送が開局5周年を記念し、韓国文化放送、MBC の現地ではミニシリーズと呼ばれるドラマを3作品放送したことが、あ、その当時はまだ一部のファンだけが見るという状態で、視聴率もあまり良くなかったが、それらの作品には、チェス・ジョン、反則級、 キムヘスといった現代韓国芸能界を支える中核の俳優が出演していた。その中から反則球が映画首里の大ヒットで日本全国に知られるようになったことから KNTV などの衛星放送の挑戦後チャンネルで多くの作品が放送されるようになった。2003年4月から9月 NHKBS2 での公表を受け2004年4月 NHK 総合が放送した冬のそなたのブームによって放送作品数、放送を行うつぼねが一気に増えた。2000年代後半から2010年代初めにかけて前述の冬のそなた人気や放送権量の安さなどから地上波、BS 放送局が韓国ドラマをこぞって放送した。しかし2011年にはインターネット上でテレビ局の管理を返に 大きな批判も寄せられるようになり、2011年のフジテレビ騒動を参照。2011年8月29日には自民党の片山さつき議員が広瀬道貞民放連会長に対して東日本大震災後、地上波の昼間の時間に韓流ドラマが増えていることに関して考慮するよう同等総務部会で要請した。日韓現代によれば2012年夏には 竹島問題が加熱したことが一因となり、視聴者の管流離れが進んだとされる。テレビ朝日が金曜ナイトドラマの枠で、イブのすべてを放送したのが始まりで、ローカル局や独立 UHF 局、衛星放送を中心に放送されていたが、2004年には、地上波放送のキー局である、日本テレビが、ダマチック韓流、フジテレビが、土曜ワイド、 韓流アワーという専門の放送枠をそれぞれ設けた。しかし、低視聴率や長期間放送などの稼が大きく、約1年後の2005年9月をもって、民放地上派での専門枠はどちらも終了した。一度放送枠を廃止した富士テレビだったが、2010年1月11日より、韓流アルファ、月曜から金曜14時7分から15時25分の、 時間帯に新設の形で復活させた。韓流、アルファーでは、第1回放送に、大ヒット作品、私の名前は、キムサムズンを据え、完全ノーカット版、日本語字幕付き2カ国語放送という斬新な放送形態に加え、富士テレビによる、新撮映像、出演者へのインタビュー、作品解説などを盛り込むなど、他局の韓国ドラマ放送枠との差別化を図っている。 同枠をプロデュースしたフジテレビ編成部によれば改めて韓国ドラマの面白さを視聴者に届けようという趣旨による放送枠復活であるという民放他局ではテレビ東京系列局などで27時前後の深夜に放送されることがある TBS は2010年4月21日から水曜21時台の水曜劇場枠でアイリスの放送を開始し 民放では初めて韓国ドラマをゴールデンタイムで放送することとなった。さらに TBS 関東ローカルのみは月曜から金曜10時5分11時の韓流セレクト枠でも韓国ドラマを放送しているが2014年3月で終了することになった。2011年日本テレビの小杉義信取締役は韓国ドラマについて 自社のドラマの方が優れているという理由で地上波での放送はしないと語った。韓国ドラマを数多く放送している独立局でも東京 MX 地上波では一時期最も多く韓国ドラマを放送していた時期もあるやテレビ、埼玉など本数が一時期よりほとんどなくなってしまっているところも多い。しかし番組が安く仕入れられるゆえ コストパフォーマンスに優れる理由でテレビ枠の穴埋め用コンテンツとして依然用いられることもある。関東では千葉テレビ放送が平日帯ドラマ枠として30分ドラマが朝と夜に2枠、1時間ドラマが日、日、水と3枠ある。関西の3テレビや京都放送では週2枠以上の放送枠がある。CS 放送においては衛星劇場をはじめとして テレビドラマを扱うほとんどのチャンネルが韓国ドラマを放映している。また、BS 放送でも各局で多数の作品を放送している。特に、BS 日テレや BS 朝日では週1回放送される作品に加え、月から金曜日で放送される作品が2から3作品はある。また、BS ジャパンでも月から木曜日は4作品、金曜日は1作品放送されている。 NHK はウワウ以外の民放局で不自然なところで CM が入るということが多いがこれは韓国では法律で番組中の CM を禁止しているためである CM は番組開始時及び終了時にまとめて放送するまた毎回一定でない放送時間尺を日本での放送時は規定の放送枠による一定の時間尺に合わせざるを得ないため一部シーンを カットすることも行われている。これにより視聴者からはノーカットで見たいという意見が放送局に殺到することもあり、これまでに NHK は冬のそなた、宮廷女巻、チャングムの誓い、大長い間を完全版としてのカット字幕での放送を実現させた、前述の富士テレビ、韓流、アルファも同様、前述の TVQ も日本語版を制作するにあたり、 それらの点に苦労したことを当時たのマスコミの取材で明かしている。ポケモンショックの対策からディスコやコンサート会場のシーンなどで光の点滅が激しいシーンがある場合には番組の冒頭かその場面において光の点滅が激しいので視聴には注意をして部屋をるくして離れてみてください。などの警告テロップを表示する番組もある。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。